はい、どうも皆様、アーサーです。ダークソウル2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、ついに始まりました、ダークソウル2。俺が最後にやったのは、PS3 版が発売された頃、まあだから5年前かな。うん、懐かしい。もっさり変わってねえな、このゲーム。あ、すげえもっさりだわ。最初やった時違和感しか感じなかったんだよね。見て、これがパリーだよ。やばない？もう無印とクソ3とは全然違うからな。慣れるのには時間がかかりそうだわ。でね、まあ、なんで今更このクソ2をやろうと思ったか。実はね、俺、ダークソウルシリーズ全部やってるんですけど、唯一やってないのがあって、それが、このクソ2の DLC なんですよね。もう本編クリアしたら速攻でやめちゃったから、やばい。DLC には手出してないんですよね。ただこのクソ2、まあ、DLC の評判は高いので、まあ、せっかくだから、今回、本編とついでに、まあ、DLC もやって、まあ、皆様にね、このクソ2の魅力というものを伝えていこうかなと思っております。多分クソ通やってない方はまあ結構いると思うんでね。はい、それじゃあまずこの老人ホームに入ります。What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curseIt's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow.Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name?名前。あれ。あ、ちなみにこれ PC 版なんですよね。で、今、Xbox のコントローラー使ってます。本当は、デュアルショック4でやりたかったんですけど、なんか認識しなかったんで。ああ、これあったなー。クソ2はね、この人の像で人間に戻れるんですよね。人間性とかは使いません。素性贈り物。素性ねえ、戦士。あれ、これ俺たち直剣じゃね、武器。いらねえな。騎士は、ああ、まあまあ見た目いいね。あ、かっけえじゃん。剣士は二刀流なんだよね。いいな。あれ、これ装備かっこよくない？防具。なにこれ、いかつ。悪くないな。聖職者。まあ、アンバサですね。魔術師は魔法使い。これ微妙だな。なんかダサくね。
やはり、まあ、ダークソウルを最初プレイする場合は持たざる者安定かな。もうクソ2何も覚えてないから、もう完全な初見と言ってもいい。ここは持たざる者でやりましょう。贈り物はね、どうしよう。もう覚えてねえかな、どれがいいんだ。やばい、わからない。クソ2の忌まわしき記憶は全部脳から削除されてるからな。覚えてねえわ。まあ、生命の指輪でいいんじゃないですかね。ヒットポイント少しだけ増えるし。これで、行きましょう。イエス。All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance.なんかだんだんイライラしてきたな。ちょっと早くプレイさせてくれないか。俺はいつまでこのババアの笑い声を聞かなくちゃいけねえんだよ。お話が長いよ。ああ、そうだ。クソ2はね、あれなんですよね。死ねば死ぬほど体力が減るんだよな。ちょっとババアの口ドアップやめてくれ。グロいわ。やっとか。このババア攻撃つくか。体力多くね、こいつ。やばいやばい、介護士が襲いかかってきた。待って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 、あれこいつ襲いかかってくるっけ。やばい、逃げよう。うわ、マジかよ。閉めるわ。やばい、ドア閉めれない。どうしよう。上がりつけよう。おい、悪かったって。しつこいな、こいつ。ちょっとさ、もういい加減介護に戻れよ。あぶねえ。アイテム回収して、じゃあ先進みましょうか。なんか追いかけてきてるけど。ここまでは来ないだろ。来んのかよ。嘘だろ。お前しつこすぎないか、いくらなんでも。いやー、やっぱ素手だと倒しようがねえな。はい、ちょっとパリーネ会うか。パリーネろうぜ。やばい、パリーのタイミングがちょっと難しい。来た。あばよ。いや、これ硬えな。でも体力的に死ぬな、これ。まずいぞ。落下死狙おう。あ、しょうもねえ。しょうもねえ死に方しちゃった。ちょっと許せねえな、あいつ殺すか。来いよ。てめえは俺を怒らせた。あんな死に方はね、ちょっと、俺、なるべくノーデスで行けたら行こうかなと思ってたのに。まさかこんなやつにやられるとはな。やばい、痛い痛い痛い。お前ずるいぞ。自分だけ武器持ち上がって。なあ、死ねえよ。あれ、何もソウル手に入んないんだけど。マジ。おい、何のためにこんな頑張ったんだ。ババア殺すか。くたばれ。こいつは体力無駄にあんな。硬すぎじゃねえか、このババア。
さあ、それでは先に進むとしましょうか。道全く覚えてねえな。とりあえず武器が欲しいね。あ、でも結構素手の火力高いわ。あれ、これパンチ強くない？武器とかいらねえんじゃないか、これ。いける、いけるぞ。あ、グロいのいるな。あいつは無視しよう。ケツ、あと、なんか落ちてんな。だが、これ武器じゃない？来た。ちょっと試し切りするか。やばい、これ強い。だが強ない？いける。この武器ならいけるわ。俺、こっから、ノーデス目指します。はい。ガチで。さっき死んじゃったけど、まあ、あれはなかったことにしてください。よろしくお願いします。痛い。頭に弓が刺さってるんですけど。じゃあ、ごめん。やばい、これ、開幕、ヌルゲーになっちゃうな。すいませんね、皆さん、ほんと。カメラ操作。これ、あれでしょ、ピューピューポコポコでしょ。あ、2はピューピューポコポコじゃないんだっけ。あれ、あそこに、アイテムあんな。あれ、取るか。落ちないように。ソウルか。んで、この先は何があるんだっけ？ザボール。あれ、でもこれマジで余裕すぎるな。俺実はクソ2の攻略はね、あまりいい思い出がなかったんだよね。だから今まで放置してたんだけど、これ余裕でクリアできそうじゃん。なんだ。もっと早くからやっとくべきだったな。なんで俺やってなかったんだろう。確か本編もね、一周目クリアした後すぐやめちゃったんだよな。普通ダークソウルって何周かすると思うんですけど、なぜかクソ2はね、一周してやめたんだよね。あんまオンラインもやってなかったからさ。まあ、あれか、当時の俺は、そこまで上手くなかったってことか。先生、もう5年くらい前だからな、PS3 版が発売されたの。やっぱ時間が経てばね、人ってプレイヤースキル上がるから。今の俺なら、このクソ2も、楽々クリアできること、間違いなし。なんかあそこにいるな。なんだあれ。ああ、ここはね、無視よ。いや、マジでノーデス目指すから、危険を避けたい。無視して先に進みます。なんか他に持ってなかったっけ。エストビンまだ持ってねえな。エストビン欲しいな。どうやって手に入るんだっけ。来た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 。お待たせしました、皆さん。ここが、クソ2の拠点、マデューラです。いい場所だよね。な、落ち着くわ。それじゃあ、もうマデューラに着いたことだし、今回はここで終わりましょうか。
何せこのマデューラ無駄に広いからな。次どこに行けばいいか全く覚えてないということで、ご視聴ありがとうございました。